各地域でメガボックス開封が相次ぎましたスーパーセルからは今月17日に謎の手紙が3組の YouTuber に送られていてキヨキオもその一人でしたオパシマ1ペアドズル・草野人ペアキヨキオ・ヒイラギペアに手紙が送られました 3組のうち、高評価数が高かったペアに、ブロスタのメガボックス100ぽくが付与されることになっています。ツイッターでは、キヨキヨ氏、ヒーラギ氏を応援するつぶやきが多数見受けられ、一部では表現が不適切だとして問題になっています。キヨキヨによりますと、みんなの高評価で、 僕を大賀犬にしてくれヒャッホーなどのコメントをしていてこの動画に高評価をしてくれたらめっちゃ嬉しいドゥゾルに自慢してやるなどと述べ意気込みを表していました今企画をめぐっては視聴者の高評価数が勝敗に影響するため記憶をひいらげチームは対策に乗り出していました 高評価数に関連しして、て一部では事故も発生しています。全動画がアップされた今月17日にはきよきよチャンネルヒイラギチャンネルに高評価を押したい人たちが殺到し現場は一時騒然としましたこの騒動できよきよ氏やヒイラギ氏合わせて二人が軽い笑みを浮かべたほか少なくとも ユーチューバー二人が歓喜し現在検証が続いています清清氏は清清チャンネルとひいらぎチャンネルに高評価を押すよう呼びかけています <laughs> 一方でひいらぎ氏は次のように意気込みを述べました キヨキヨさんとペアを組んで頑張ることになったんじゃが、まあ、せいぜいわの足を引っ張らないように頑張ることじゃのう頼むまた他の組のメンバーであるドズル氏に対してお顔が大きくて心配になってしまうじゃのみんなもボックスゲットじゃぞ 清教きは高評価の押しすぎで指が腱鞘炎にならないよう注意を呼びかけています。